どうも、ハイチーです。今回はですね、ちょっと皆さんにご報告というかお伝えしなければならないことがありますので、まあ短く済ませますんで、よかったら最後までお付き合いください。で、今回2つ、お伝えしなければならないことがあるんですが、まず1個目、こっちが大事なんですけど、多分皆さんにとっては特に。で、1個目は、動画の投稿ペースが落ちます。落ちますというか、落ちる時が、多くなるという風が正しいかなと思います。で、ちょっと経緯を話すとですね、昨日、とある方々とちょっと打ち合わせをさせてもらってですね、まあ、あるプロジェクトにちょっと誘ってもらったんですね。で、まあ、そのプロジェクトの参加をお受けしようと思って引き受ける形になります。で、これは YouTube の活動は全く関係ないです。また、教育系の、まあ、仕事ではあるんですけど、で、詳細は多分4月か5月には発表できると思うんですけど、まあ、ちょっと詳細は言えないんでね、ここではそういうプロジェクトっていう言い方しかできないんですけど、で、それに参加するにあたって、そこに、咲かなきゃいけない時間が結構増えます。はい。なので、その、必然的に、そっちに時間をちょっと割く分、動画の、まあ、板書の作ったりとか、そういった部分に時間が割けなくなってしまうので、動画の投稿が、例えば、今、2日3日も開かないようにしてるんですけど、たまにこう、まあ、締め切りがちょっとね、ある仕事になりそう、なので、こう、締め切り間近だったりすると、ちょっと動画の投稿がね、なくなったりとかすることもあると思うんですけども、その点ご理解いただければと思います。で、ただ、全く動画投稿をしないってわけではないので、今日もね、受験対策投稿してると思うんですけど、まず合間を縫って、撮れるときは撮って、普通にアップしていきますし、あれ全然普通にやってんじゃんって感じがするかもしれないんですけど、たまにこう、あれっていう時が出てくるかもしれないんですが、あ、そんな、なんか忙しいんだな、ぐらいに、ご理解いただければと思います。よろしくお願いします。で、二つ目がですね、こっちはもう、ああ、そうが全然構わないんですけど、しかもね、内容また言えないっていう、ちょっと申し訳ないんですが、3月から、このチャンネルで、新しい試みというか、新しいシリーズを1個始めます。ただですね、これ勉強はちょっと全く関係ないんですね。なので、まあ見ていただいてる皆様の中では、まあ、肌が肌に合わないというか、はぁみたいな風に思う方もいるかもしれないんですけど、自分3月に、3月11日で33歳に自分なります。で、33になるので、まあそれをきっかけにね、33歳のまあ新しい挑戦ということで、今まで全くやったことのないものに、ちょっと挑戦をしたいなと、ふうに思ってて、まあ今ある方に声をね、かけさせていただいて、まあいろいろ調整をしてる段階にはなるので、まあ絶対できるってわけではないんですけど、まあおそらく9割方も大丈夫な形にはなったので、それをまあ3月から始めます。まあ勉強にね、さっきも言ったように勉強には関係ないから、あはーみたいになるかもしれないんですけど、ちょっと自分も、なんだろうな、やったことないことに挑戦するって、新しい挑戦をしていくっていうシリーズを一応撮っていきますので、よかったら、ちょっと頭の片隅で全然構わないんでね、覚えておいてもらえたらと思います。では、という感じで、まあ、二つ目はね、まあ、ほんと、どうでもいいっつうか、あーぐらいでいいんですけど、まあ、一個目の動画の投稿ペースに関しては、ほんと、まあ、それもね、頭の片隅で構わないんですけど、ちょっとね、把握しておいてもらえればと思いますので、よろしくお願いします。なので、まあ、動画投稿だったりとか、ちょっといろんなね、他のプロジェクトとか仕事にも関わらせてもらってるんですけど、まあ、すべて踏まえてね、2018年ちょっと駆け抜けて頑張っていきますので、ぜひ今年もっつうか今更ですけどね、今後もどうぞよろしくお願いします。はい、ということで、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今表示されている関連動画や再生リストの方から、他の勉強動画とか、テーマを決めて喋った動画に飛ぶことができますので、よかったらそちらも見てみてください。また、チャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。